会計です。今回はここ数年で一番いいセ部ブのオフの動き徹底評価してみたということでね。今回はですね、ライオンズのこのオフの動きについて、まあ、振り返っていくとと,ともに、まあ、ここまでの動きがどうなのかっていうところをね、まあ、簡単に考察だったりとか、まあ、評価っていうところをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではライオンズのここまでのストーブリーグについて、まずはね、振り返っていきたいと思います。 はいまあ一個一個ね、まあ、簡単に話していきたいとは思うんですけれども、ナイオンズのねストーブリーグのここまでの動き、主に以下の通りかなと思います。えー、まずはドラフト会議ですね、まあ、試合下7人のうちだけうち投手含めて、まあ、6人ピッチャーを獲得したということでした、まあ、本当に今シーズンの課題としては野手っていうところがねチームの課題ではあったんですけれども、まあ、その逆を行くような、まあ、投手変更ドラフトっていうところを、今年のドラフトではね、えー、やってきました。 まあドラフト1位で竹内投手。まあ2位でもね、1位候補に上がっていた上田大ー投手を獲得したというところ。まあそういったところも含めて、結構ね、まあいいピッチャーを、まあ全体的に獲得することができたんじゃないかなと思います。まあ正直言ってね、今の戦力的に考えてなんでピッチャーなのっていうところではあるんですけれども、まあ基本的にやっぱりね、ドラフトっていうのは、まあ短期的なものではなく、まあ長期的なものっていうところを考えると、 まあ今はもちろんすごいピッチャーはいいですけれども、まあ、将来的に MLB に挑戦をすると言われているピッチャーもね、まあ、何人かいますし やっぱりね、安定した投手力っていうところを、まあ今はもちろんいいけど、この今の良さっていうのをね、この先もずっとキープしていくためにはね、まあ、ピッチャーもやっぱりね、獲得していく必要があるっていうところで、まあもちろん野手がね、補強は必要ではあるんだけれども、まあしっかりとピッチャーを固めてきたっていうところはね、すごい良かったんじゃないかなというふうに思います。で、しかもね、まあドラフト1位でもね、竹内投手を まあ3球団競合の末、引き当てて獲得することができたっていうところ、まあここもやっぱりね、すごいうまくいったポイントだったんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあこのドラフトっていうところもね、とても僕はすごいいいなというふうに思いました。 えそして続いてですね、楽天戦力外の住谷を獲得ということで、まあ住谷銀次郎選手、まあかつてはね、ライオンズで、まあそういう活躍をしていたキャッチャーの選手なんですけれども、まあ楽天をね、今シーズン戦力外になり、ライオンズに復帰ということになりました。まあやっぱりね、ライオンズ、キャッチャーっていうところが、守、ま、り、あ、止める選手が抜けて、まあ正捕手、まあコア選手がね、人候補っていうところにはなってきてはいるけれども、まあやっぱりなかなかね、2番手以降薄かったりとかするっていう現状があります。 で、あとはやっぱりね、えー、ベテランキャッチャーが、まあ、そんなにいないっていうところもあって、まあ本当に経験豊富な住、えー、谷選手を獲得できたってところは大きいと思いますし、まあ昨シーズンも成績的にはね、そんなに悪くないですので、まあ本当に2番手3番手ってところでも、えー、来シーズン十分活躍できるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあここも非常に良かったかなと思います。で、あとはやっぱりね、まあ墨谷選手本当にかつてはライオンズで本当にそういう活躍をしてくれていた選手になりますから、まあ墨谷選手がね、戻ってきたことによって、まあ僕も含めて、 ライオンズファンも結構盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思うのでまあそういったところを考えてもね非常に彼の復帰っていうところはね大きいんじゃないかなというふうに思います。 えー、続いてがね、スケット外国人選手、某以外全員リリースということで、まあ本当にね、昨シーズン、スケットの選手たちが6人確かライオンズで、えー、プレーをしていたんですけれども、某、えー、高橋投手以外全員リリースということになりました。まあこれはなかなか思い切ったことだったんじゃないかなというふうには思いますね。まあペイトン選手、ティノコ投手っていうところはなかなかこう結果を残せなかったんですけど、まあクリスキー投手だったり、まあマキノン投手って 木野選手ってていうところはは、まあ、比較的ね今シーズン活躍はししくれましたただね、やっぱりそういった選手たちもちょっとね、思い切ってリリースをしたっていうところで、まあ、これは結果的に良かったのか悪かったのかっていうのは、まあ、来シーズン戦ってみないと本当に分かんない部分にはなるんだけれども、まあ、ただね、やはりこれだけ思い切ったことができたっていうのはね、えー、すごいなんか例年とは違うなっていうのを僕は感じましたし、 まあ、本当にこれは新しく来る選手たちに期待をしていきたいかなと思います。えそして新しく来る選手たちが、まあ、ぼちぼちも決まってきておりましてえ、フランシー・コルデロ選手だったりとか、アルバート・アブレイユ投手え、そしてジェフリー・ヤン投手、この3人をね、獲得が今のところ決まっております。 まあ全員で、ね、LPB 経験がある選手ではないんですけれども、まあ非常にポテンシャルが高かったりだとか、まあメジャーでも結構ね、活躍をしていたりとかっていう3人になりますので、まあこういったところもね、非常に期待できる部分なんじゃないかなというふうに思います。 つ、えー、いて現役ドラフトですね。えー、現役ドラフトで相藤選手をリリース、中村瑛太同手を獲得ということになりました。まあ、ここに関してはね、まあ正直、まあ仕方ない部分があるかなっていうふうには思います。まあ、やっぱりね、誰かは出さないといけないという結果になった中で、まあ、やっぱり外野手が結構ね、レギュラーが決まってない中で、まあ、あぶれてきているというのがありますから、 まあ、なかなかやっぱりレギュラーをつかみきれていないアイト選手が、まあ、リリースされてしまうっていうのはね、仕方ないかなっていうふうに思いますし、まあ中村アイト途中獲得ということになりましたけれども、まあ先発でね、起用していく更新ではありますが、まあ結構2軍ではね、いスタッツ残していますし、まあ先発もできて中積みをできるってところで考えると非常にこう利便性の高い選手でもありますから、まあ彼を獲得できたところもね、まあ結構良かったんじゃないかなというふうには思います。 え、ついては FA のところですね。えー、平井投手が残留。で、山川選手はまあ FA 移籍っていうふうになってしまったんですけれども、まあ、ライオンズの方はね、結構僕はいい対応をしたんじゃないかなというふうには思っております。まあ、しかも平井投手もね、まあ、もしかしたらね、移籍をするみたいな、えー、とこはあったとは思うんですけれども、やっぱりなかなかね、オファーする球団がなかったりとか、まあ、あとはやっぱりね、ちょっと、もちろんね、まあ、残ってほしい選手の一人ではあったんだけれども、 やっぱりね、こうめちゃめちゃお金を積んでまで、まあ、残留させるべき選手では僕はなかったかなというふうには思っているんですよね。まず、あ、やっぱり視察が下がってきている部分もありますし、まあ、やはり金属疲労というところも懸念されて、まあ、正直この先どれくらい活躍できるかというところもまあ分かんない部分があります。で、結果的にライオンズ確か9000万の2年契約で契約金もなしっていうところで、 まあ割とね、本当に安い金額で、まあ、残留までこぎつけることができたと思うんですよね。だこのね、平井投手の残留っていうのも僕はすごい良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱり山川選手はね、FA 席っていうところで、これはやっぱ戦力的にはね、正直結構痛いんですけれども、やっぱり山川選手がやってしまったことっていうのは、まあ、やっぱり良くないことなのは間違いないですし、 まあそれに対してのライオンズの対応っていうところはね、えー、僕はここまで本当に素晴らしいっていう風に思っておりますので、まあソフトバンクにね、行ってしまうっていうところは敵としてね、非常にこう苦しくなる部分はあるかもしれないけれども、 まあこういったね、対応っていうところは良かったんじゃないかなというふうには思います。で、あとはね、契約公開っていうところですよね。まあここまで契約保留者ゼロっていうところで、まあほとんどもう全選手の契約公開っていうところが終了をしておりまして、残すはね、台湾ウィンターリーグに参加している選手たちのみというふうになりました。で、その選手たち以外は今のところ誰も契約を保留していないというところですので、まあここもやっぱりいいですよね。まあ昨シーズンは確か平投手が 契約保留っていう形になったとは思うんですけど、まあ、あれも、ね、別にこう年俸に不満があったっていうよりかは、まあ、起用法の部分でちょっと納得いかなかったっていうところでの、まあ、契約保留ということだったので、まあ、今回は、ねまあ、本当にそういったこともなく、まあ、誰も、ね、保留者が出なかったっていうところは、ね、本当に大きかったんじゃないかなというふうに思いますであとはここに書き忘れたんですけど結構、ね、戦力界の選手たちもやっぱり、ね、たくさん出したっていうところがあって、まあ、育成が、ね、非常に多くなりました まあ、ここもね、やっぱり例年にない動きっていうところを考えると、まあ、やっぱりね、結構改革が進んでんのかなっていうところは垣間見入れますので、まあ、そういった部分もね、良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。<laughs> まあ、いろいろね、賛否両論ありますし、まあ、このね、ここに関してはいろんな皆さんも意見があるとは思うんですけれども、まあ、僕はね、本当にここまでのライオンズのストーブリーグは、 非常にいい形で来ているんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、例年にないぐらい本当に素晴らしいこのオフシーズンっていうのを過ごすことができているかなというふうに思います。 まあそこはね、ちょっと詳しくじゃあ話していきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、まず一つ目やっぱり評価するべき点としては、まあまず契約公開ですよね。もう契約公開が素晴らしいなというふうに思います。まあ保留者ゼロっていうところはもちろんなんですけれども、まあこれもなんか単純にめちゃめちゃ年俸を上げまくって保留者ゼロを、まあ選手を納得させてるっていうわけではなくて、下げるべきところはしっかりと下げてるし、で、上げるべき人はしっかりと上げていると。 ところがあるんですよ過度に上げるっていうこともなく過度に下げるっていうことも過度に下げるってことはちょっとあるんですけれどもしっかりとね成績だったりとかとしっかりと見ていきながら適正な査定っていうのを非常に行っているなっていうのをすごい僕は感じておりますしっかり下げてる人には下げてるってところもある中でね例えばマ増田投手だったりとかね結構下がってるんですけどそういった投手もいる中での契約保留者ゼロっていうところは 非常に大きいんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱりこの契約公開で、まあ、ここまで保留者は出ていないところと、まあ、平井投手も含めて結構適正価格で、まあ、みんな査定を行っているっていうところ、過度に年俸を上げたりとかしていないってところはね、えー、素晴らしい対応なんじゃないかなというふうに思います。えー、ついてね、ドミニカ出身の助を獲得っていうところで、まあ、ここもね、僕はすごい評価すべき点かなと思います。まあ、今まではね、結構アメリカ出身の選手が多かったっていうところで、 今回は新たにね、まあドミニカ出身の選手たちっていうのを、ヤン投手、コルデロ投手、アブレイあやるコルデロ選手、アブレイユ投手、ロペス投手、ガルシア選手ってところで、まあ育成含めると5人の選手たちをえドミニカから獲得したというところがありました。まあ別にドミニカがいいっていうわけではないんですけれども、やっぱり今までは、 ちょっとね、こう、なんだろうな、ポテンシャルがめちゃめちゃ高い選手っていうよりかは、まあ野だったら、例えばミドルヒーターだったりとかをね、こう結構獲得してきていた。まああとはやっぱピッチャーだったら、まあちょっと技巧派っぽいピッチャーを獲得していたっていう傾向が結構あったとは思うんですけれども、 やっぱりね、今回は、まあ、ヤン投手だったり、アブレイユ投手だったりとか、結構ポテンシャルの高い、まあ球も速かったりとかね、するピッチャーっていうところをしっかり獲得しているし、まあ一緒だったりやっぱコルデロ選手、大きいのを打てる選手っていうのを、まあしっかりと獲得しているっていうところ。 ここがやっぱりなんか例年ないすごい外国人補強の仕方だなっていうふうに思ったのでえとてもいいなというふうに思いましたまあポテンシャルが高かったりだとかまああとアブレイユ投手なんか本当にね MLB でも非常に実績のあるピッチャーというところですからまあそういったピッチャーたち選手たちを獲得しているっていうところはね例年ない動きになってきますので本当に素晴らしいなというふうに思います で、ここがやっぱり皆さん結構賛否両論分かれるというか、いろいろね、考える部分があるところなのかなっていうふうには思うんですけれども、やっぱマキノ選手の対談っていうところですね。まあ正直マキノ選手の対談に関しては、まあ、今のメンバーの中でね、マキノ選手がいなくなるってなったら、正直戦力的にきつい部分ではあります。だから、ま残留させたいところではあったんですけれども、 まあただやっぱりこの対談に関しても、まあ、正直、まあ、理解できる部分はあるかなというふうには思っててまあ一番はやっぱりこう金額面条件面っていうところで、まあ、折り合いがつかなかったっていうのがあったと思うんですけどまあ、ライオンズの方も多分こう無理やりめちゃめちゃどんだけお金を積んでもあれ残留させようっていう、まあ、スタンスではなかったと思うんですよねまあどっか多分もう見切りをつけた部分があったんじゃないかなというふうに思います でそれはやっぱり、まあ、昨シーズン、牧野選手をね、獲得したんですけれども、まあ、それはやっぱり山川選手が4番としている中で、まあ、森友哉選手が抜けて、牧、ま、野、あ、選手を、まあ、その山川選手がの前の打順だったりとか、まあ、後ろの打順っていうところで活躍してくれたらいいなというところで獲得していたっていうのがありました。で、牧野選手はやっぱりこう長打だったりとか、ホームランをバンバン打つような選手ではなくて、 まあ打率も長打もまあそこそこっていう感じの選手になってくると思います。で、まあ、山川選手がいる中での、まあ、その槙野選手の獲得っていうところだったのが、やっぱり今回山川選手がソフトバンクに移籍するっていうことになって、そうなってくると、やっぱりこう来シーズンの戦い方っていうところが大きく変わってくる部分にはなってくるんですよね。 やっぱり山川選手がいる中でのマキノ選手と、まあ、まあ山川選手がいない中でのマキノン選手だと、まあ、役割的にもそうですし、やっぱりこう打線のところを考えても全然違うんじゃないかなっていうふうに思うので、まあそういったところを考えるとね、まあ確かにマキノ選手をまあ無理やりね、残留させる必要は正直なかったかなと思うし、やっぱり昨シーズンマキノ選手を獲得した段階と、まあ今のオフシーズンとの段階では、全然こう戦力の、まあ 球団の考えてる構想っていうところがえ違うと思いますのでだからまあこのリリースっていうところも、まあ、正直致し方ないかなっていうふうには思いますし槙、まあ、野選手じゃない別の助っ人の選手にかけるあるいは渡辺雄人選手を育成するっていうところ、まあ、そっちの方向に走っていくっていうのも僕は全然ありなんじゃないかなというふうには思っております。 まあだからね、本当に山川選手不在っていう風になって、まあ牧野選手もいなくなって、また別の選手をね、連れてくるってことになるので、正直、かなり賭けにはなるとは思うんですけれども、例えば新しく来る選手がもしかしたら山川選手ぐらい打つかもしれないので、もうそこに賭けてやっていくしかないんですよね。でもそれがもし実現することができたら、優勝だったりとか A クラスってところは近づいてくるんじゃないかなっていう風に思うので、やっぱりそこを狙っていくためのまあ賭けに僕は出たんじゃないかなと。 いうふうに思います。だからね、まぁ、あ、マキノ選手とは全然違うようなね、ちょっと大方候補の選手っていうのを、まあ、取るのもありだと思いますし、まあ、あるいはね、山川選手の分も含めて、あとね、スケットの選手を、まぁ、二人獲得するっていうのも、まあ、ありかなっていうふうには思うので、ここはちょっとどういったことをね、今後やってくるかはわかんないですけれども、まあでもね、本当にこう、今までにないような動きっていうところで言うと、ここもまあね、まあかなり思い切ったことではあるけれども、ま良、あ、かった部分なのかなというふうに僕は思っております。 でまあ、ここからはね、まあ、最後、今後のストーブリーグところについて話していきたいと思うんですけど、まあ、残るは人的と助っ人っていうところで、まあ、まずはね、やっぱり山川選手がソフトバンク移籍っていうふうになって、まあ、人的保彰で誰を獲得するのか、まあ、そもそも金銭保証なのか、人的表彰なるのかってところは分かんないんですけど、やっぱりソフトバンクはね、結構いい選手が揃っているっていうのがあるので、まお、あ、そらく人的保彰になってくるんじゃないかなというふうには思います。 まずはね、ここで、ま、ピッチャーなのか、エッシュなのか、ま、その中でも誰を獲得するのかっていうのがね、一個注目にはなってくるかなというふうには思いますね。で、あとはやっぱり、スケット外国人っていうところで、ま、マキノ選手がね、リリースになりましたので、その代わりの選手っていうのを、ま、どんな選手を獲得するのかってところですよね。ま、NPB 経験者の野手を獲得するのか、あるいはね、MLB で、ま、それなりに実績のある選手を獲得してくるのか、ま、タイプ的にもね、ミドルヒッターなのか、大砲なのか、ま、収束コータタタイプなのか、 そこはちょっと分かんないですけど、まあ、ポリションもね、内野なのか嫌なのかってところも分かんないですけれども、まあ何かしらのね、動きっていうところは困ると思うので、まあ今後もね、注目していきたいと思います。まあ、正直来シーズンは まあ今後、ね、どんな動きをしようとも僕はもう戦力的には厳しいというふうには思いますまあソフトバンクだったりねオリックスっていうところも、まあ、しっかり FA でね選手を獲得していますからやっぱり彼らより上の順位に行くっていうところはね難しい部分があるとは思うんですけれどもまあ僕的にはやっぱりここまでのストーブリーグ本当に例年にない動きっていうところを見せてくれているっていうところがありますのでまあこういった動きっていうのが、まあ、決して来シーズンすぐに結果出なかったとしてもやっぱりこう来シーズン以降まあその その先中長期的なところを考えると、まあ結構やっぱりそこに繋がってくるような良い,い動きっていうのを僕はしているんじゃないかなっていうふうに思うので、まあこのオフシーズンってところはね、まあ総合的に見てここまですごいいいオフシーズンを僕は過ごせているんじゃないかなっていうふうに思います。まあ皆さんの中でもね、ライオンズのストーブリーグに関して、まあいろいろ思うことだったりとか、まあ意見考え方感想があると思いますので、そういったことはぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。以上です。 はい。今回も最後までご視聴ありがとうございました、えー。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。